こんばんドリームメーカーミステリー案内人です。皆さんは何でも夢を叶えてくれる人形に出会ったらどうしますか？私は漫画に出てくるみたいに海賊女帝になって海を駆け抜けたいってお願いしちゃおうかしら。俺はメガネをかけて食パンを口にくわえた女の子とカードを曲がった時にぶつかったらメガネを外した女の子が美少女だったっていうシチュエーションを経験してみたかったぜ。今日は何でも願いを叶えてくれる人形を手に入れてしまったある少女のお話をしましょう。私の名前はみのり、高校1年生です。最近中学の時から付き合っていた彼氏に振られました。クラスのキラキラ女子に取られたんです。おまけに財布を落としたり、テストの点数も散々。お母さんとは大喧嘩中。全くいいことがない今日この頃です。あれ、こんなお店あったっけ。学校帰りにいつもの道を歩いていると見慣れないお店を見つけました。でも新しいわけではなく、昔からあったような佇まいで、看板には夢屋と書かれていました。夢屋って何のお店なんだろう。お店の外からは中を伺えず、何のお店かは分かりませんでした。普段はそんな怪しいお店に入るなんてことはしないのに、その日なぜか気になってお店の中に入ってしまったんです。店の中に入ると意外にもアンティークのおしゃれな店内でした。ただ店の中には人形がびっしりと並べられていました。うわあ、人形だらけ。すっごく可愛いけど、でもどれもすごく高そう。置いてある人形は日本人形やフランス人形などのアンティークドールがたくさんありました。ここはお人形屋さんなのね。その時私の目にアンティークのフランス人形が飛び込んできました。なんて可愛いの。私はその人形がとても気に入ってしまいました。その時店の奥からまるでそのフランス人形がそのまま人間になったような、陶磁器のような白い肌に絹糸のような美しい髪、エメラルドのような緑色の瞳の女性が出てきました。いらっしゃいませ。はい。私はお店の人のあまりの美しさに緊張して声が上ずってしまいました。気に入ったお人形はありますか？どれもとっても素敵ですけど、私には高価すぎて。その人形が気に入ったんですか？ええ、このお人形お姉さんにそっくりですね。よく言われます。その人形は夢を叶えてくれる人形って言われているんですよ。これまでの持ち主の夢を叶えてきて、巡り巡ってこのお店にやってきたんです。すごい歴史があるんですね。その人形あなたに差し上げますよ。え？だってものすごく高価なものなんですよね。人形も持ち主を選ぶんですよ。その子はあなたのこととっても気に入ったみたいです。この人形が？お代は結構です。いつか願いが叶った時に人形をお返しくださればいいですので。普段ならうさんくさくてすぐに逃げ出してしまうかもしれないのに、なぜだか言われるまま私はその人形を持ち帰りました。私がもらっちゃってもいいのかな。でも本当に綺麗な人形。あなたの名前は今日からマリーにするね。マリー、夢を叶えてくれるって本当？私の夢ってなんだろう。私は自分の夢を考えました。将来なりたいもの、やりたいこと、すぐに思いつくことが何もありませんでした。すると突然マリーが話し始めたのです。みのりー、あなたの夢私が何でも叶えてあげるわ。しゃべった。今日から私はあなたの親友よ。私に何でも言って、あなたの望みを叶えてあげるから。人形のマリーが突然喋って驚いたけれど、不思議と怖くはありませんでした。多分今日この人形そっくりの女性に出会ったから、まるでその女性が話しているようにも思えたからです。私地味で暗くて、この間は中学生の頃から付き合ってた幼馴染の彼氏にもっと明るくてイケてる子がいいって言われて振られたし、買ったばかりの財布を落とすくらいどんくさいし、おまけに勉強もできなくて両親には飽きられてるし、もっと明るくてみんなの注目を浴びる目立つ女の子になりたい。
あなたは今のままでも十分可愛いけれど、自分に自信が必要なだけ。少し勇気を出してイメチェンしてみるとどう？でも私なんかがイメチェンしたって別に変わらないし、みっともなくなるだけだよ。大丈夫、私を信じて。みのりは誰よりも可愛くて目立つ女の子になるから、自分の足で一歩踏み出してみるのよ。マリーに言われるとなんだかやってみたくなってきた。私はマリーの言葉で自分に自信が湧いてきたのです。私は普段行ったこともないようなおしゃれな美容院を予約しました。明るめの色にして軽くなるようにバッサリ切ってください。そしてずっと手入れもせずに伸ばしていた長い髪をバッサリと切って、色も明るめの茶色にしてゆるふわパーマをかけてもらいました。とってもお似合いですよ。鏡の前では別人のようになった私がいました。自分で自分のことを綺麗になったと思ったくらいです。あの暗くて地味な私がこんな風にイメチェンできるなんて、マリーの言う通りだわ。私は美容院の帰りに今まで貯めてきたお小遣いを全て使って、メイク道具一式とコンタクト、今流行りの服などをたくさん買い込みました。マリーの言った通り、私なんだかすごく自分に自信が持ててきたわ。明日学校に行ったらみんな驚くわ。とってもとっても可愛くなったわよ。これで私を振ったカズヤも見返せるかも。え？誰？もしかしてみのりなの？うん、ちょっとイメチェンしてみた。めっちゃ可愛い！別人じゃん！私の周りにはたくさんの人たちが集まってきました。こんなこと今までありませんでした。私はその日の放課後、私が振られたカズヤに呼び出されました。びっくりしたよ、急にすごく可愛くなっちゃって。ありがとう。それって俺のためって思っていいの？は？だってみのりは俺を取り戻すためにこんなに可愛くなってくれたんだろ。だったら俺みのりのとこに戻ってやってもいいよ。あんなに好きだったカズヤなのに急にくだらない男に見えてきました。私はこんな男に振られて泣いていたなんて、なんて馬鹿らしかったんだろう。勘違いしないで、私はあなたのために何かするなんてことないから。全部自分のためだから、よりなんて戻さないで結構。え、みのり。そこへカズヤの今カノがやってきました。ちょっとカズヤ、一体どういうことよ。なんか私のとこに戻ってきてやってもいいとか言ってきたから、ちゃんと断っておいたわ。はぁ？あんた、私のためなら何でもする。あんなブス彼女でも何でもないって言ってなかった？そうだよ。この女の言うことなんて全部嘘だよ。今だって、逆によりを戻したいって言ってきたのはあいつなんだよ。そういうことにしといてもいいけど、私は二度とカズヤみたいなクズを選ばないから。そう言ってやった時のカズヤの顔ったら、本当にすっきりしました。これも全部マリーのおかげ。私はその日以来どんどん自分に自信がついて、たくさんの友達ができたし、勉強も楽しくなったし、家族関係も良好、そして新しい彼氏もできて、何もかもうまくいくようになったんです。マリー、あなたが私のところに来てくれてから何もかもうまくいって、まるで夢みたい。これは私の力じゃないわ。全部みのりが元から持っていたものなのよ。だってあなたが私の願いを叶えてくれるって言ったじゃない。だからこんなにうまくいってるんでしょ。私はきっかけを与えただけよ。今は全部あなた自身の力。みんなの注目を浴びる目立つ女の子になりたいって願望はまだ変わってないかしら。もちろん。それじゃあ私がチャンスをあげる。それを逃さないで、夢を叶えるのよ。わかった。でもチャンスって何？すぐわかるわ。マリー、ありがとう。あなたの夢を叶えてあげるのが私の仕事だから。すると翌日、駅前でモデル事務所のスカウトの人に声をかけられたのです。君、モデルにならない？絶対に人気者になるよ。人気者？これがマリーの言っていたチャンス。絶対に逃しちゃいけない。私はそう思いました。なります。私モデルやってみたい。
本来なら騙されているかもとかを考えて話に乗るなんてことはないんだけれど、私にはマリーがいる。これが詐欺のはずはないと確信していました。そして思った通り、私がスカウトされたのは大手の芸能事務所で、私は雑誌モデルをして人気が出て映画デビューするようになりました。まさか私が映画の新人賞を取れるなんて。マリーと出会うまでの地味な私がまるで嘘みたい。マリーに出会えなかったら私はずっとあのまま、自分に自信を持てないで誰かをひがみながら生きていたに違いないわ。あなたの夢は叶ったわね。十分目立つ女の子になったものね。まだよ。私の人生まだまだこれからだもの。モデルから新人賞を取った女優ってだけじゃすぐに忘れられちゃうもの。私はもっと目立って誰もの記憶に残る人間になりたいの。欲張るとろくなことがないのよ。私はデビューのきっかけを与えて今日まであなたに協力してきたけど、もう夢は叶えてあげたから、あとは自分の努力次第よ。ダメよ、もっと力を貸して。マリー、私たちずっと一緒にいたじゃない。願いを叶えて。それなら望み通りにしましょう。私が今こうしているのはマリーのおかげ。マリーがずっとそばで私に力を貸してくれないと、私は目立つ人生を送れないのです。私の仕事は絶好調で、映画の他にも雑誌のメインモデルは続けながら、ドラマや舞台、バラエティにも出て、人生の絶頂期かもしれない。それに昔からずっと憧れていた大御所俳優さんが私のことが好きだって言ってくれて付き合うことになったの。その人には奥さんも子供もいるけど関係ない。その他にも私のことを好きだって言ってくれているアイドルやモデル仲間、たくさんの人と付き合ってて、とっても楽しい毎日を過ごしていたんだけど。ちょっと何？みのりさん、妻子ある俳優とお付き合いされてるんですよね。これは不倫ってことですよね。不倫でも好きなんです。清純派女優みのり、妻子ある俳優と不倫、みのりの八股交際、大御所俳優から新人アイドルまで。なんなのよこれ。なんで私だけがこんな風に書かれなきゃいけないの？不倫してるのは私だけじゃないじゃない。なんで私だけが悪者になってるのよ。マスコミは私だけを必要に叩き始めました。連日ネットやワイドショーでは私の素行についてあることないことを大騒ぎ。新人賞を取った時だってこんなに騒がれたことはありませんでした。後で知ったのですが、私と付き合っていた男性たちの事務所が自分たちのタレントを守るために私一人を悪者にして人見悟空に差し出したのです。ねえマリー、どうしよう。どうすればいいの？マリーったら。マリーは突然動かなくなり、何も言葉を発さなくなりました。マリー、マリー、私は一体どうすればいいの？どうして何も言ってくれないの？私はマリーを譲ってもらったあの夢屋を訪れることにしました。あの不思議なお店を私は自分のことにかまけてすっかりと忘れていたのです。確かこの辺りにあったはず。しかし夢屋があった場所には商店街にあるようなごく普通の本屋さんが立っていました。あの、ここに以前人形屋さんがありませんでしたか？夢屋っていう。うちはもう30年以上前からこの場所で本屋をやってますよ。違う場所なんじゃないですか？確かにここだったはずなのに。あれ、あなた女優のみのりさんですよね。私は気づかれたために逃げるようにその場を去りました。勘違いなんかじゃない。絶対にあの場所に夢屋はあったはず。その後近くをくまなく探しても夢屋は見つかることはなく、存在した形跡も見当たりませんでした。マリーももう何も話してくれない。夢屋は見つからない。仕事もなくなり、事務所からも解雇。貯金もなくなりそうで、親もお金のなくなった私のことはしかと。私なんて最初から何の価値もないのよね。みんな私をそのうち忘れてしまうのよ。マリー、お願い、返事をしてよ。あなたは目立ちたかったんじゃないの？今誰よりも目立ってるわよ。こんな目立ち方を望んでいたわけじゃないわ。
私は目立ちたいというあなたの願いを叶えてあげたの。もっと目立ちたいと言うから、さらに力を貸してあげただけよ。マリー、私たち友達でしょ。私はあなたの願いを叶えたら、また元の場所に戻って新しい主人を待つだけよ。マリー、さあ、あなたはこのまま忘れられる存在になるのか、ずっと人々の心に残る存在になるのか、どうするの？私はずっと目立っていたい。ずっと忘れないでもらいたい。そして私は橋の上から川に飛び降りました。こうして橋から飛び降りて私の死が語り継がれる。そう思ったんです。でも飛び降りた時に私の首に巻いていたスカーフが引っかかり、私はそのまま首が締まり、ぶら下がったまま息絶えたのです。救出は難しく、私の死体はずっとぶら下がったまま。ネットではその動画が世界中に拡散され、私は世界一目立つ死体として、永遠に語り継がれることになったのでした。誰よりも目立ちたいっていうあの子の願いが叶ったわね。さあ、店に帰りましょう。夢屋のある場所は誰にもわからないのです。ある日突然、あなたの前にも現れるかもしれません。目立ちたいって、何よりも誰よりも死に際に目立っちゃったわね。でも俺も夢屋を見つけたら絶対に人形をもらっちゃうだろうな。皆さんは夢屋の人形を手に入れたらどんな夢を叶えてもらえますか？ぜひグッドやチャンネル登録をして黒猫ファミリーの一員になってね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイチーン。こんにちは。ここは？いらっしゃいませ。ここは夢を叶える人形を売っているんですよ。